と激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、ということで今回はですね、埼玉県にあります味富食堂さんにやってまいりました。こちらはですね、タンメンとか、ラーメンが楽しめるお店なんですけども、今回はですね、ここの暴君タンメンという激辛メニューに挑戦していきたいかなと思います。で、一応使っている唐辛子は韓国産の唐辛子ということで、まあピリッとした多分辛みが予想されるんですけども、まあ見た目もね、ちょっとネットで見たんですけども、いかにも辛そうな、メニューです。まあ名前もね、暴君ですから、今回ね、この僕のために挑戦していきたいかなと思います。それでは早速ですね、行った人の感想を見ていきましょう。味富食堂の暴君タンメン食べてみた。かなり辛いけど、ただ辛いだけでなく旨味がしっかりしてるから自然と箸が進んで食べられる、美味しかったと。ということで、まあ辛みも感じつつ旨味も感じるダブルパンチでございます。名前がちょっと暴君ということだけあってね、ちょっと悪さをしてるようなので、今回ねこの暴君タンメンを懲らしめに、制覇していきたいかなと思います。それでは早速いきましょう。レッツゴー。はい、ということで早速中入ってきたんですけれども、これですね、暴君タンメンということで、一応ねこの辛さレベルが、選べるということで辛さ増しができます。で、今回ですね、この暴君タンメンの辛さ増しを、に挑戦していきたいかなと思います。そしてですね、これ味富ラーメンはですね、これ細麺と太麺が選べるところ、ここは僕はこの太麺を、選びました。まあこれなんかこうちょっと歯応えのもちもちした食感が、特徴なので、この歯応えを楽しみつつこの激辛を楽しみたいかと思います。山椒ですかね、これは。あ、山椒も入ってて、あ、なるほど、すっごいよこれ。さあ、さ、オープンタンの辛さのシーン、お手並み拝見する。さあ、まずはスープからいってみましょう。いただきます。これ野菜も豊富で、ちょっとね、酸味が気持ち効いてるような感じで、なんかね、イタリアンテイストな感じですね。野菜がたっぷり、人参にいろいろね、きくらげとか、キャベツ、もやし、太い麺がすごい食べ応えになってる。太麺ってこれ何グラムですか？250。すっごい食べ応えありますね。あります。え、細麺が150か。あ、なるほど、 1.5 倍ぐらい細麺の量があると。普通のお店でいうもう超大盛りぐらいのボリュームですね。これが950円ですよ、なったそうですね、ボークが950円です。
なるほど。うん、山椒を入れてみましょう。あ、そう、あ、そう、めっちゃ入れすぎちゃった。綺麗な手の感じ。死ねない地獄だ。山椒を入れることによって辛さと舌の中がビリビリとしびれるような感じ。俺はこの唐辛子と地獄色のスープを飲み干してこの激辛バトルに蹴りをつける。いや正直しんどい、バリしんどい。それでは辛さレベルの発表していきましょう。味富食堂さんの暴君ラーメン辛さ増し辛さレベル、ジャララララ辛さレベル8です。いや 8.5 8.5 にしましょう。 8.5 です。いやもうね、なんといってもまあこの韓国産の唐辛子を使った、まあ唐辛子暴君激辛タンメンなんですけれども、まあ、そういったこういわゆるこうハバネロとかこのブートジョロギアっていう、ね、超激辛唐辛子を使用してるわけじゃないですけれども、非常にこうビリッと、辛さのくるタンメンでした。そこに、ね、プラスねこの
山椒が加わることによってね、辛さがより 1.5 倍ぐらいに増したような感覚があります。あとね、もう冒頭こう食べながらも言いましたけど、ね、ボリュームがとにかくすごい。もう本当にあの大の男一人でもこれ、ね、食べたらね、結構もう動けなくぐらいのボリュームでした。ボリュームが気になるよっていう方は、まあ、細麺でチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと Twitter、あと激辛ブログ更新してますんで、ぜひ登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。